フリーファクトリーの提供でお送りします。はいどうも、ジラフです。はいどうも、サクです。というわけで、今回もスピンタイヤ実況やっていこう。前々回は確か、丸太積んだトラックをスタックさせたところで終わったっけ？そうそう。さて、ここは初期スポーン地点のガレージ。残してあった B131 トラックを使って救出に向かうよ。ほいほい、何積む？とりあえずは修理ポイントのつくスペアタイヤ。それと当然燃料タンクだね。燃料切れでスタックしたから。どれだっけ？いっぱいあるねー。とは言っても、ログ、燃料、修理ポイント、ガレージポイントの4種類だけだけどね。あれ、搭載できない？大会ブゾーストが必要だってさ。ああ、これか。確かに燃料積んだ状態で燃えたら危ないもんね。どうもこれ、バンパーの地上高が下がって難易度が上がるとか書いてあったけど。特にそんな感じはしないんだよな。さて、後はいいか。とっとと出発しよう。了解。出たら右折だっけ？確かそう。さて、このままでは燃料タンクが空っぽなので給油しに行こう。給油ステーションってどこにあったっけ？溶かしてまっすぐ行くと集積所。途中で左に折れると給油所だね。どういうわけか給油所までの道が越落難所なんだけどね。どういうこと？まあ、ぼちぼち説明していこう。そして溶かまで特にイベントもないので倍速かけるよう。動きが速いとスピンタイヤーらしくないねー。わかる。でもユーロトラックシミュレーターほどにはスピード出てないし、謎ゲーになってる。そして強引に AWD をオンにしてインスト。ギア落として再始動して進むよう。アットドロマニで。お、民家が見えてきた。そろそろ川だね。さて、こいつでのとかはどうなるか。ウラル375とそう変わらない感じの性能だし、大丈夫じゃないかな。だといいんだけど。さて、突っ込むよう。潜水に入ることもなく難なく突破。いいねいいね。375より車高が高いのかな？かもしれない。それで、左に行くと給油所だっけ？そうそう、そこが交差点なので左折しよう。そういやここに給油タンク付きの車両あったね。忘れてたの？忘れてた。何にせよ、最初から放置されてる車両は損傷がひどいことがあるからな。まあ、機会があったら使っていこうか。前進するよ。そういや自転車の調子はどう？よいよ。問題になってた前方シフターも、調整したら問題なく動いたし。ただ、サドルが黒だったのが腑に落ちなかったから、黄色のサドルをアマゾンで買った。2週間くらいで届くはずだから、つけたらまた写真あげるよ。今後の改良点としては？特にないかな。現状にそれなりに満足してるから、しばらくはいじくらないと思う。なるほどねー。
おお、視界が開けた。問題はまさにこれからでして、沼地が広がってて全く進めなくなる。じゃあどうするの？立ち木に身内を引っ掛けて進むしかないね。ではやっていきましょう。できるだけ水辺を避けて進んでみよう。はいはい。では倍速。ではこの辺で例のコーナーやろうか。今やるの？なんか話したいこととかある？ないです。ではでは。いらっしゃい。このコーナーでは今週見つけた面白いガジェット、技術、兵器、その他もろもろ技術的なものについてベラベラ喋っていくよ。第2回のテーマは半分で10みたいになるけど、これでいこうかな。 U2DGS2。 あー、買ったって言ってたね。そうそう、2週間弱使ったのでレビューしていこうと思うよ。まずはスポンスペックから。 CPU Helio P20 2.3GHz、 RAM 4GB、 ROM 64GB、 ディスプレイ 6.0 インチ、バッテリー 5100mAh、 カメラ、いや 13MP×2、 フロント 5MP×1。 お、背景では給油所に着いたね。給油して、戻って、前々回と同じ道を通るだけなので倍速継続です。さてさて、CPU とメモリはそんなに特徴ないね。最近のミッドレンジはこんなもんだよね。突出すべきはディスプレイ。6.0 インチの大画面なのはもちろん、画面の占有度が90という比率。つまり、こういうこと。端末上下左右の黒い縁となる部分が極めて細いんだ。最近流行りのベゼルレスってやつだね。そうそう、このおかげで両爪とかいい感じに見れるよ。そして6インチ端末というとでかいのが一般的だけども、サイズ感はこんな感じ。ほとんどキーワンと変わらない。あれ、画面の中央比は？まさにそれ。大抵の画面が16級なのに対してこいつは18級。つまりちょっと横長になるわけだね。その余分な左右の部分ってどうなるの？iPhoneX みたく、黒帯になったらせっかくの大画面も意味ないと思うけど。大抵のゲームアプリは18級の表示に対応してる。これはタブレットと、Android アプリは様々な画面比に対応を強いられてきたからだね。で、両爪みたく、中央比が決まっているアプリだけど、動画再生中にピンチアウトすることで、動画を拡大できる。今出した赤い部分が拡大後の動画で見える部分だね。上下がちょっと見切れるのね。そうそう、字幕が下の方にある動画だと、見えなくなってしまうこともある。ただ、あの大画面は素晴らしいよ。そして重要なことに、スピーカーの音質もそう悪くない。両爪見たり、ゲームしたりする分には最高だ。インターフェースは分かった。マシンスペックの方は？日常的な仕様に問題はないね。ただ Twitter 公式アプリは使い続けると思うかな。キャッシュが溜まるのかな？かもしれない。ただ、Twitter アプリ自体最適化がうまくいってない感じだからな。この責任を全部ハードウェアに背負わせるのは一刻かもしれない、という話。なるほどね。あと、大体のゲームアプリは動くと思うよ。ソシャゲは一切やってないので、F5 のクラッシュもデレステの演出もなんとも言えんけど。リネージュ2ってのが重いらしいね。MMO か、ベンチマーク代わりにやってみようかね。あと個人的な不満点としては、キーボードの誤入力がたまにあること。なんだけど。なんだけど？これ、キーワンに慣れてる俺の問題である可能性が高いんだよね。ほうほう。物理キーボードって、指先でキーの感触を確かめて、押すができるわけ。画面キーボードだと、押して指先に感触があった瞬間にはもう入力されてるから。だから、キーの間を触ってしまい、補正もできず考えていたキーの一つと何か入力。ということがよくあるわけよ。というわけでこれは俺の問題。事実タッチ精度は悪くないし。以上、今週のテックティップステでした。そういや、上位版が出てたね。S2 が27,000円、S2 プロは33,000円。そこまでお得ってわけじゃないね。プロの方は CPU でデュアルカメラをサポートしてるのか。あとディスプレイの解像度が上がってる。ラムも 6GB になってる。これは実際どう？かい？微妙だな。使ってるスマホが古くなったので買い替えるとかだったら、十分選択肢になりうる。ただおもちゃとして買う分にはな。送料込み込み22,000円で買えるってとこが売りだったから買ったわけで。実際3,000円の違いだけど、お得感は薄くなるよね。ただ S2 プロでも、普段の使い心地に関してはハイエンド端末とほとんど変わらないはず。キャリアで10万出してギャラクシーの新型買うよりずっとお得かもね。そういや、なんでこれ買ったの？キーワンの画面が狭いから、サブとしてでかいやつを持ちたかったというのが一つ。もう一つは、トレンドを追いたかったことかな。トレンド？スマホって、スタイルの流行があるわけじゃない。最近だとトイペシー端子、3.5 フムジャックなし、ベゼルレス大画面。それにデュアルカメラ、ラウンドエッジディスプレイ、ってなとこか。ほら、流行りの服を欲しがる人っているじゃん。あんな感じだと思う。なるほどねー。さてさて、ではコメント返ししようか。はいなぁ。うそ、今日は風邪ひいて休みです。うそつです。俺もその日面接で休みだったな。結果は？通ったよ。来年から警備員です。
月収どうなるのかな。わからん。現在手取り15万だから、減らないといいんだけど、無理だろうね。だろうね。サクさんは何をしても似合うよね。新コーナーいいと思うよ。ぜひ続けてください。ありがとう。というわけで続きました。新コーナー、これどう思う。程度のリクエストとかだったら答えられるので、ぜひともコメントしてね。勝手で十字路みたいのはさすがに無理だけど。まだ中1だから中学の自転車だし、ギラフさんの自転車いいな。ママチャリというかシティサイクルかな。あれだって改造すれば立派なロードバイク風味になるはず。カゴと前後泥よけ外してハンドルをドロップタイプに変えて、バーテープ巻いて、チェーンカバー外してサドルも変えよう。スタンドも1本タイプに。あ、ママチャリのシートポストは独特だから、それも変えなならんか。鍵も外してワイヤータイプのにするとそれっぽい。ライトも電池式のに。最近はアマゾンで安いパーツが売ってるから、探してみるといいよ。工具は？ママチャリなら X レンチとドライバーがあればバラせるんじゃないかな。少なくとも今言った範囲内では。ついでに今の改造項目をアマゾンで一番安く揃えようとすると、4200円になった。お手軽。注意点として、アマゾンの激安パーツは届くのに2週間くらいかかること。中国からの発送だからね。あと、改造のミスで怪我しても完全に自己責任になること。乗り回す前にはしっかりチェックを行い、ネジの締め忘れなんかがないようにしよう。こんなとこかな。実際やってみるとめちゃくちゃいい経験になると思うよ。というわけで、はい、試験でした。ゆけいさん、いつもありがとう。うそつです。この服の組み合わせも、新企画いいと思います。ありがとうございます。新企画以外に行動。いやぁ、よかったよかった。無反応ならまだしも、ボロッと叩かれたらどうしようかと。実際、来週は何をネタにしようかと考えてると、生活に締まりが出るというかね。ぼーっとツイッターしてるよりはマシなもんだよ。ゆめつきさん、いつもありがとうございます。いなく、巻くなら稲で動かせるイノエスを。ほう、そんなのあるのか。リラックスはヒーローとパソコンを復活させるときにちょっと触っただけだな。実際ほとんど使ってないよね。持ち出すにはバッテリーがなさすぎるし、そもそも外でパソコン使う機会もないし。最初は Chrome OS 入れようとしたんだけど、タッチパッドが反応しなくて。Linux Beam 入れて復活させて、それっきり。うごつ。趣味で自転車ってのは良いですね。ちなみに私は単車が好きです。おつわり。単車なぁ、乗りたいなぁ。GN125 とか買ってカフェレーサースタイルにしたい。というかその前にバラしたい。お金は？ないよ。原付2種免許が8万円、GN125 が中古でも12万円。今の手取りが15万、そこから毎月14万消える。その高い増大なんていくらかかるかわからないし、まあ、夢のまた夢だよね。なるほどね。まあでも、いろいろ考えるのは楽しいもんだね。K&A にグッドミネさん、いつもありがとう。コメント返しはこんなもんかな。はいはい。何かある？マシクラで作ってたヘルキャットが概ね完成したよ。今回はドライブ、スポーツ、ターボの3モードを搭載することで操作性も良く。ドリフトは？まだです。あと、マシクラのガレージ背景、いい加減ロボクラのやつが合ってきたから作ってるよ。これ配色どうしようかな。大抵白と黒のマシンしか作らないし、そうなると背景と同化して見づらくなる可能性がある。でもカラフルなガレージってのも変だし。まあ、ゆっくり悩んでくださいな。うむ。さて、背景はこれは何やってるの？前々回の動画で突破したところでハマってるね。ウィンチで切り抜けようとしている。ここまでテンポいいスピンタイヤーも新しいね。わかる。基本的にスローライフなゲームだからね。右側に前々回放置したトラックが見える。折り返して接近しよう。この後はどうするの？あのトラックへ駐輪して製材所に向かおう。2両いればスタックへの対処も簡単なはずだ。はいはい、それは次回になるかな。だね。では締めの用意をしよう。週刊 GHF ではコメント、チャンネル登録、スポンサーを募集しています。動画説明欄の欲しいものリストからなんか買ってやると、マシクラのマシン等のスポンサー特典があるよ。はい、ありがとう。では今回はここまで。せーの、ご視聴ありがとうございました。